ずっとコロナ禍におる間になんかおかしくなった？UFO の手がかり見つからなかったね。はぁ、あ。だなぁ。見つけたミステリーは全部関係なかったし、何かしら見つかると思ったんだけどなぁ。だよね。こうなったら知ってそうな奴に聞くのが早いな。誰？あの遺跡に行って上手に聞いてみようぜ。またあそこ行くんや。孤島の遺跡にいる上手に会いに行こう。あの人はずっとあっこにおるってこと？まあ、人じゃないけどさ。そこはどうでもいいか。イカダの出発準備をします。冒険スタート！イカダに乗って冒険を始めます。よーい！スタート！ジョーズの遺跡はずっと左に進めばいい。途中の分かれ道も左だで忘れるなよ。分かれ道があるんやね。気をつけます。なんか私のことやけんさ、流されて右側とか行きそうなんやけど怖いよね。モクノームの森コースはいいけん、ちょっとさ、あの文字が邪魔なんです。どんどん森の奥に入っていきますよ。行きますよ。よし、頑張ってこいでこ。左ね。ただひたすら左ね。頑張っていこう。みんなでひたすら頑張っていこう。さあ、ウィスパー出番だ。アタック、アタック。あ、タイミング。タイミングが全くもって合ってなかったね。やっぱね、あの、地図がいまいちよくわからんねえけどさ。はいはい、ごめんね。左がジョーズの遺跡。はい、わかったわかった。ちょ、邪魔邪魔邪魔。あ、こっちね、これね、分かれ道。オッケーオッケー。あの、ちょっと文字邪魔なんですけども、川の流れが速くなってるよ。あ、待って。あ、降りてしまった。あ、そっか、ここに雲海鏡がおるんやね。ちょっくら一休みはしなくていい。だって雲海鏡しかおらんもん。あれは何？違う違う違う、降りたって降りたって。行くぜ！行きますよ！はい、スタートスタート。ね、あっこなんかおることない、あれ。何あれ。あ、スピードアップか。怖い怖い怖い。スピードアップというよりは障害物というか、なんというか。おー、なんだ、乗り越えた乗り越えた。あんなんあるんや。よし、進め進め。あ、はい。よし、オッケー。ウィスパー強。ウィスパー強。ワニを殴るっていうね。えい。今のはちょっとウィスパー遠いよ。どの辺？まだまだ、まだまだ先？あ、あっこ？ゴール。いや、でもまだ先やんねん。よし。カッパやカッパ。イェーイ。あのカッパには一体どういう意味があるん？スピードアップ？ただの。そういうことかな。おいし、どんどん進め、進め。進めてないよ、進めてないよ。はいはい。危ない、危ない。いけい！よし。天気が良くなりましたね。気分を変えていきますよ。行こう、行こう。めっちゃぶつかりまくりよるけどね、私。あ、待って待って、そっちじゃない、そっちじゃない。まだもうちょっとかかりそうか。さあ、こいで、こいで、こいで。あ、危ない、危ない、危ない。あ、それはぶつかったことにならんのや。それはぶつかったことになるのね。ちょ、とりあえず通して、通して。はい、殴れい！よし。殴れい。ん？あれはワニ？ではないんか。流れが速くなっとるだけやね。はい、到着。フィニッシュ。んで、孤島の遺跡にいるジョーズに会いに行こう。ちょっとピカピカが気になる。鉄のこけしを手に入れた。ここはチャリには乗れんかったんやっけ？乗れんのか。ああ、乗れないね。まあいいや。普通にそのまま奥目指してこっか。あの人ずっとこの場所におるんや。
めっちゃ寂しくない？何かしら出そうやん。出そうって言ってもあれか、本人妖怪やけん別にそんなん気にならんのか。妖怪もお化けって怖いんかな。なんかめっちゃ怪しげな。スティーブ・ジョーズさん、少し聞きたいことがあるんだけど。へいへい。あれ？いない。え、いないの？ジョーズのやつ、どっかに出かけちまったのかな？めっちゃ友達みたいな、すでに。何やら机の上にメモみたいなものがありますが。これは。何？ウィスパーどうしたの？このメモ、ジョーズさんが我々のために書き残したものみたいです。あ、もう来ることを見越しとったんや。なんて書いてあるの？ちょっと読んでみますね。何？ケータたちへ。ついに私は墜落した UFO の手がかりを掴んだ。お、マジで。何？ UFO の手がかりだって。UFO が墜落した大まかな位置が特定できたのだ。だがその場所はあまりにも危険すぎる。よってこっからは私一人で UFO の調査へ向かわせてもらう。どうして？君たちを危険な目に遭わせないためだ。どうか理解してほしい。最後になるが、くれぐれも私の後を追おうなるとは考えないでくれ。フラグやね。スティーブ・ジョーズ。へっ、そう言われると余計に UFO のところへ行きたくなってきたぜ。フリーでしょ？しかし、どこに UFO が墜落したのか、このメモには書かれていませんよ。それじゃあお手上げにゃんね。UFO が墜落した場所か。何かヒントが欲しいな。んー、そのあたりにヒントはないの。お、ストーリーリンク発動。これは、ん？お知らせッターに気になる書き込みが。ウィスパーはどうしたの？なんと、ヌーの最新号を持っている人間がこの USA にいるらしいのです。ん？教授じゃなくて？にゃーんだ。またその雑誌にゃんか。てっきり UFO の手がかりかと思ったのに。いいんですかね、そんなこと言っちゃって。なんとこの夜の最新号は墜落した UFO 特集なんですよ。それじゃあこの街のことも記事になってたりして。That's right。 その通りですよ、ケイタくん。で、その最新号を持ってる人間についてなんて書いてあるにゃん。なんでもゲートについて研究している博士だそうで、おまけに女性で頭にメガネを乗せていてグイグイ来るようなタイプで。これってもしかして、ダイモン教授のことじゃないにゃん？きっとそうだよ。では早速、ダイモン教授のところへ行ってみましょう。ゴーゴー。ダイモン教授にヌーの最新号の話を聞こう。またあっちまで戻らんといかんのか。まあでもとりあえず、もうシュンって戻れるよね。秘密基地までは。でもって、あっちの近くにも、あっちの近くにも雲外鏡がおったけん、まあワープで出るか。ああ、雲外鏡追ってくれて本当によかったわ。そろそろ秘密基地に戻ろう。ワープができるようになってからさ、もう一気になんか、行動が楽になったよね。行動、移動が楽になったよね。とか言いながらめっちゃ詰まるやつ。よし。とりあえずそこまで出たら、そこに雲外鏡がおるけん。あ、おったおったおった。へいへい、雲外鏡。ペローン。鏡の世界に連れて行って差し上げます。雲外鏡を使ってワープします。そして、異次元の森。こっちはね。ここにシュンと。さあ、教授。教授教授、ヌー最新号をちょっと見せてくださいまし。中におるんか。お、教授おったおった。お、ヒャッハー、パーリールームにようこそ。せっかく来たんだからアゲアゲになって思いっきり楽しもうよ。ふぅ。ずっとこの中におる間になんかおかしくなった？めっちゃノリノリですね。そりゃあそうよ。なんたってパーリールームだからね。ダイモン教授、実は俺たち、教授がヌーの最新号を持っているって聞いてきたんですけど。あら、そうだったの。教えてくださいよ。だったら、はい、プレゼント for you。お、触れる。ヌー第20号を手に入れた。
そんなにあっさりと？とっても貴重なものなんじゃ。うん、大丈夫だって。とっくに全部読んじゃったし。それに今の私はパーリールームの調査で忙しいし。ありがとう。ダイモン教授、ありがとうございます。なんかテンションおかしくなっとるよね。後で後悔せんかな。で、最新号にはなんて書いてあるにゃん？はいはいはい、ちょーっと待ってくださいね。この記事によると、謎の飛行物体を目撃したという A 氏の証言がありまして、セントピーナッツ山に怪しい光が落ちたと書かれています。でも、セントピーナッツ山って言われても、ちょっと広すぎない？もうちょっと詳しい場所がわかんないと調べようがないにゃん。確かに。とりあえず、一回マックに教えてあげようか。あれ、いつの間に。いないんだけど。佐藤？ミステリー、墜落した UFO を追え、発生。クエストメニューを確認しよう。このクエストをこのままナビします。マックに UFO の話を伝えよう。教授おらんなったし。あ、おった。あれ、マックは？秘密基地？え、どこなんやろ？ちょっと場所を教えてくれんとさ、雲外鏡を使って、移動できないじゃん。でもこっちの方向って秘密基地じゃないよね。え、どこだ？時計屋とか？マックの家知らんしな。サウスモンド地区。どこに向かうんすか？あ、びっくりした。どこかと思った。ん？あれは？どこに向かって伸びていっとん、あれ。こっち行き止まりやし。こっち行き止まりやし、通り抜けれるんかと思ったのに。え？秘密基地に向かいよる？もしかして。あ、なんか秘密基地っぽいかもしれん、もしかしたら。え、でもそれやったらさ、もうちょっと方向が。ね、不自然よね。あ、なんか、あれ多分プリズンブレーカーやな。プリズンブレーカーやとしたらちょっと見送ろう。ほら。めっちゃ普通に歩き回りよんやけど。とりあえず今は見送っとくね。ほい。あ、もう普通にやん。普通に秘密基地やん。雲外鏡を使えばよかった。ね、雲外鏡を使えばよかったよ。こっからでも遅くない？いや、遅いか。もう普通にチャリで行けよって感じのとこやね、ここは。てか、いつの間にマック離れたんだ？秘密基地に置いていっとったん？私普通に一緒におるつもりやったんやけど。ほら、ここまでワープしてくれたのに。無駄に移動してプリズンブレーカーとか見つけてしまったわ。はい、帰ってきた。よし。上がれない。マックー。ただいま。なるほどな。UFO がセントピーナッツ山に。で、どうします？もちろん行くに決まってんだろ。やっぱり？ただ、一つ問題があるけどな。問題って何にゃん？前に時計屋のボブじいさんから教えてもらったことがあるんだけどよ。山へ行くには真っ暗な洞窟を抜けなきゃならないらしいんだ。またそのまんまの名前やな。洞窟？それが問題なの？いや、問題なのは洞窟までのルートだ。洞窟の近くまではイカダで川を下れば行けるけど、またイカダなんや。川の途中、大きな岩がゴロゴロあって先に進めないんだ。それは確かに問題ですね。ってわけだから、洞窟に行くにはまずイカダを改造しないとな。イカダを改造？そんなことできるの？なーに、そんなの楽勝さ。岩が邪魔で通れないんだったら、それを飛び越せるようにすればいいんだ。いつも通り、スクラップヤードへ行けば、改造に使えそうな材料もゲットできるって。なるほど。前に我々とスクラップヤードで会ったのは、材料を集めに来ていたからなんですね。そうみたいだね。あ、それでか。じゃあ、改造用のパーツを探しにスクラップヤードへと行くとしようぜ。おー。
スクラップヤードで改造パーツを探そう。なるほど、めんどくさそうだね。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。